最高のザ・カレーを食べるような参戦服に着替えたところで、いただきます。小学校4年生です。うまい。チーズがうまい。チーズね、これね、ちょうどいいんだわ。妹10歳です。え、超おいしい。うん、食べるライブ苦手な子は見ないで。先に言っとく。さくら結構がっつり食べます。うん、うまい。めっちゃうまいね、これ。さくらの普段 TikTok フォローしてくれてる子は分かると思うんですけど、めちゃくちゃ美味しそうに食べますよ、さくら。ティッシュ下ろさないとない。うん、ティッシュ上にあるから下ろして。持ってきて、丸ごと。やばい。右利き。うまい、これ。お腹空いてきた。みんなご飯食べようぜ。あ、開かない。みんなもこのうどん。はい、こちらうどんがなかなか出てこないということで。美味しい。うん、チーズちょうどいいね、これ。チーズが美味しい。なんかカレーうどんには、こちら皆さん。あわー、つい待って、携帯に飛んだカレー。やだー。みんな声聞こえてるのかな、これ。え、待って、カレーにも飛んでるんだろう。あ、あ、カレーの、カレー粉の塊入ってた。ごめんね。フォーエイトって何？え、フォーエイト死んないの？うん、あ、それとかアミカちゃんとか、サロちゃんとか、うちいつも YouTube で。うん、てか、右利きです。反転してるから。白い服に飛ばされても許せるって、飛ばしてあげます。麺噛み切るの普段しないけど家だとやっちゃう。あと TikTok の動画だとやってるよね。うん、うまっ。ビヨーン。チーズが。高校生じゃないです。もう今言います。大学1年生の代の18歳。来月誕生日2月12日みんなお祝いしてください。うん、うん、彼氏いないよ。証明してあげようか。妹が証明人ですな。うん、マジでいないよね、うん、いたらさ、家に来るよね、うん、お姉ちゃんのいいところ言ってたって、いいところなんか尊敬してる。ん？なんか TikTok とかでバズったりフォロワーが増えるところがすごいと。そう、ありがとう。あと、美人なところ。美人なところですって。どんな人がタイプ？妹10歳。うん、うん。
メイちゃん彼氏いるのだって。いるわけない。小4で彼氏はいる。ん？カレードみたい。天使ですね。横向いて食べてだって。横向いてまた。また。いつもの米と。虹ラボなんだよね、最近太ったからかな。なんかタンプレ何が欲しいとかなくて、うん、ほぼかきだ。うまそうでしょ。今、さやかちゃんと一緒にいるの？猫舌なわけがない。さくらちゃんスタイル良くないです。大根みたいな、カブみたいな体型。うんうん、さくらちゃんって出るときな。うん、実家です。めっちゃ大好きなの。世界で4番目に好きな食べ物。これ、うん、カレード。うん、今好きな人いないですよ。うん、さくらちゃん分かりますか？分かります。なんだっけ名前。ねえ、ユーザー名変えた？なんだっけ、待って。なんだっけ名前。なんだっけ。 A から始まる気する。知らなかったらごめん。ベスト3は1位ラーメン、2位牛タン、3位スタバ。A から始まる。なんだっけ、どうせしてる。アリナちゃんじゃなくて、アヤカちゃんじゃない。うん、アリミちゃんじゃなくて、なんだっけ、アリミ、なんだっけ。うん、アクアちゃんだ。ごめんね、なんか覚えづらかった。正午雪降ってる。マジで。こっちは雪降る。うん。こっちまだ雪一回も降ってないです、今年。うん。今日は私のアニメとフォローした。ありがとう。さくら、明日何時にするって来てる。誰か知らない人から。今日お雪。マジ？てか聞いて、最近バカ寒い。ちょっと鼻かみます。カレードあるあるだよね、鼻水。これ全部飲もう。今飲んだら、でもちょっと辛くなっちゃった。ちょっと飲むから待って。
茨城。うまくね？うん。おかわりないです。あ、ご飯入れたら最高。言うの遅い。でもダイエットしてるからいいや。なんかダイエットしてる人が食べるもんじゃないんですけどね。熱いの食べると鼻水止まらない。せーの、ごちそうさまです。ごちそうさまでした。ありがとう、ありがとう、大地。ありがとう、大地。ありがとう、太陽な。ダメにしたいとしないと。ギップ。ギップ出るの抑えてる今。みんな今日絶対 TikTok にしてください。頑張ったからね。うん、頑張ったから。あの、いたチョコアイス取れました。ごちそうさまでした。食べたいと思います。ありがとう。ゲップ出したら中町あやちゃんだよね、もう。今日ね、いいねしてほしいっていう理由が1個あってですね、コマ撮り頑張ったんですよ。ちなみに何でコマ撮りしたか教えてあげます。最初にこちら、まあさくらと言ったらもうこれしかないっていうぐらい、まあ皆さんお分かりでいただけましたかでしょうか。こちら、まあ板チョコアイスのかけら様ですね。この板チョコアイスで、あの最近流行ってる音源で撮ったの、なんだっけ、最初の始まり。いや、わかるでしょ。違うよ。いや、なんだっけ、いや、わかるでしょみたいな音源わかりますか、みんな。あ、何時にアップ？7時に出します。7時に動画投稿するから、それ、いいねして、またライブしようかな。みんな、いいねしてほしい。え、なんだっけ、いや、わかるでしょなんて、なんだっけ、始まり。いや、てててててて、えい！いや、やばいでしょ。そう、いや、やばいでしょ。いや、違う。いや、やばいでしょって話だよね。いや、やばいでしょって話だよね。いや、なんとかしょ。なんだっけ。あははーん！そう、板チョコ。何歳？ 18。板チョコアイスで撮ったんですけど、板チョコアイスを食べようと思ったんですね、撮り終わった後に。そしたらなんてことでしょう、板チョコアイスがドロッドロに溶けましてですね、まあ、今さくらの食べかけさんの板チョコアイスはラップでくるまっております。板チョコアイス、だからやっぱ板チョコアイスには感謝なんですよ。さくらが TikTok バズったのも板チョコアイスのおかげなんです。おでこにカレー飛んでる？飛んでなくね？板チョコアイス、本当に美味しいです。いや、暖かいよ。すぐほっぺ赤くなった。これ声聞こえますか？さくらちゃん、はい。声聞こえる？いくつから、あ、いつから北川景子って言われるようになったかっていうのは、1、2年前ぐらいからかな。仕事なのでって、頑張ってね、お仕事。
ファイト。外亀にしてほしい。はい、外亀にします。違うね、外亀で映して、さくらのこと。うち漏れてる？わかんない。え、漏れてるこれ。鏡でチェックしよう。コメント読んで、じゃあ、せめて。でも、なんか読めるやつでいいよ。さくらちゃん、かわいい。ありがとう、手振りです。漏れなくても可愛いじゃんって。漏れなきゃ可愛くないんだよ、人間。可愛いから字向いてくる。何人見てる？妹がいるの。そうです。何人見てる？362人。眉毛めっちゃ綺麗。ありがとうございます。北川景子のサイライダー。北川景子に似てる。なんかめっちゃ口パサパサ。キョヒキョ。綺麗です。何人姉妹？2人。2人です。え、待って、口パサつく。肌綺麗ですね。肌今綺麗なんですよ。まず若い時の北川景子さんだって。かわいい。あ、リップ塗ろう。上塗る？塗る？皆さん、私のお家、中指をよく使いますか？元カノ思い出します。なんでやねん。なんでだろう。なななななんでだろう。今、さくらの部屋めっちゃ汚いよね。すごい、閉めないで。喧嘩するほど仲がいいってやつですね。ちょっとメイク落ちてるから。あ、リップこれティントなんだ。なってないなって思いました。